トラベラーチャンネル。こんにちは、 JST のパッケージツアー担当トビタです。よろしくお願いします。今回は旅行会社が考える国内旅行、海外旅行、今後の展望についてお話ししていきたいと思います。皆さんが最近気になるニュースといえば、やはり GoTo トラブルキャンペーンのゴールデンウィークまで延長するかっていうところだと思うんですけれども、我々からしても非常に、期待している、キャンペーンでありますので、ぜひともゴールデンウィークまで延長してほしいなというふうに、思っております。まあそれを踏まえると、やはりもうしばらく国内旅行は、続くんじゃないかなというふうに思います。まあ逆に考えれば、やはり政府も海外旅行はゴールデンウィークまでは難しいんじゃないかなという、見解だと思われます。まあただそうは言っても、今12月第3波が来ている状況で、行き先をどこにするかっていうところが非常に悩ましいところですよね。なので、行くところっていうのは気を使って選べるんですけれども、逆に、来られる立場にも、気を使わないといけないっていう状況になってきてると思います。なのでこんな時だからこそ、県内旅行を、考えてみてもいいんじゃないかなというふうに、思っております。例えば、ここ愛知県なんかだと、ラブ愛知っていう、愛知県独自の、キャンペーンを適用した、ツアーなども出てますので、せっかくの機会ですから、こういう時に、県内の魅力を探してみてはいかがでしょうか。で、県を超える、国内旅行に関しては、この第3波が、おそらく落ち着きを見せるであろう1月以降に、考えるのが、無難かなというふうに思います。GoTo トラベルもゴールデンウィークまで延長すれば、余裕を持って、旅行計画も立てられますし、それに関してはもう延長することに期待するしかないですね。ゴールデンウィーク以降に関しては、状況次第で海外も、行けるようになるんじゃないかなというふうに思います。日本はですね、オリンピックも控えてますから、このゴールデンウィーク後から夏までに、行き来ができるような体制を整えておきたいはずです。なので、ゴールデンウィーク後にはこの海外っていうところが動いてくるんじゃないかなというふうに予想しております。ただ一気に、いろんな国に行けるようになるというわけではなくて、やはり、業務渡航だったりだとか、観光需要の高い国、医療体制がしっかり整っている国っていうのは、第一に、挙げられますので、そこから徐々に、行ける範囲が広がってくるんじゃないかなというふうに思っております。例えばハワイだったりとか台湾だったりとか、あと、業務渡航で言えばベトナムとかタイとか、そういったあたりですね。アメリカとかもそうですけど、そのあたりから、徐々に行けるようになるんじゃないかなというふうに思っております。で、これが海外旅行が行けるようになった時は、一気に爆発するんじゃないかと思います。今でも、海外を待ち望んでいるという声をよく聞きますし、本当に、抑えつけられていたものが、外れた途端に、行きたい欲っていうのは爆発すると思うので、海外が行けるようになったら、本当に海外に、一気に皆さん行かれるんじゃないかなと。で、じゃあいつから動いたらいいのというところなんですけれども、実は、飛行機はですね、もう動けます。夏でも、秋でも。なので、本当に長期休暇で海外旅行を考えていらっしゃる方いらっしゃれば、もう早めにですね、飛行機だけ、抑えちゃっておくっていうのも一つの手だと思います。というのも、やはり、行けるようになった時に、一気にドワッと皆さん行かれると思うので、そうなってくると非常に取りづらくもなってきますので、今、抑えておいて、その時行ければもう、予定通り行くっていうような形を取るのが一番いいんじゃないかなと思います。
で、まあ、あの気になる取り消し料なども、まあ、方法次第で、かからない、航空券もありますので、もう本当に長期休暇は、今のうちから抑えておく、のが一番ベストですね。ただ、まあ、長期で行く留学とか、ワーホリは別です。もう今からでも、もう行ける国はありますので、まあ、本当に、半年とか1年間、まあ、行くような、留学ワーホリに関しては、まあ、渡航先の2週間の隔離があったとしても、まあ、さほど影響はないでしょうし、まあ、半年後から1年の間にですね、いろいろと動きもあるでしょうから、まあ、帰国後の日本の2週間の隔離っていうのもすでに撤廃されている可能性も高いですから、まあ、あの留学ワーホリ考えてらっしゃる方、特に長期ですねは、もう今、抑えていく体制取っちゃうのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、海外がオープンしたら、それに伴って、国内旅行は一旦落ち着きを見せるんじゃないかなと、まあ、やはりですね、まあ、GoTo トラベルキャンペーン非常にもう大きな割引キャンペーンですので、まあ、それがこう終わった時にはですね、まあ、どうしても人は目が向かなくなりがちですから、やっぱあの行けるようになった海外の方に目が向くのもありますし、割引が終わった後の方がちょっと落ち着くんじゃないかというふうに思います。逆に割引が終わる頃は駆け込み需要が増えます。今でも1月までキャンペーンがありますので、1月末っていうのはめちゃくちゃ混んでます。まあ、本当にあの最後の割引の最後だからっていうので、あの人が集まるんですよね。なので、ゴールデンウィークまでもし延長されたとなれば、今度ゴールデンウィークが一気に駆け込み需要が増える可能性があるので、まあ、ゴールデンウィーク国内旅行を考えてらっしゃる方いらっしゃれば、もうあの延長が決まった時にすぐ、動いた方が無難です。もうあのこれ今1月末ですでにあの駆け込み需要があるので、まあ、ゴールデンウィークは長期休暇でもありますから、駆け込み需要があるのは確実ですので、もうこちらも、延長決まったら早めにもう動いて抑えてしまった方が良いと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。では、この動画が、役に立ったよという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。